野田第二次改造内閣は、衆議院議員、民主党代表の野田義彦が、第95代内閣総理大臣に任命され、2012年6月4日から2012年10月1日まで続いた日本の内閣である。2012年1月13日に、内閣総理大臣の野田義彦は発足後4が、月足らずで内閣改造を断行。 それによって発足したのだ第一次改造内閣では、第180通常国会にて、税と社会保障の一体改革を掲げて、論戦に入ったが、その矢先に防衛大臣の田中直樹が、北朝鮮によるミサイル発射問題での対応に不手際があったとして、批判を受け、また、国土交通大臣の前田武氏が2012年4月15日に、施行された岐阜県下路市長選挙において、 国事前に、石田義弘への投票を呼びかける文書に自ら署名し、地元の建設業を協会幹部へ送っていたことが、発覚してそれぞれ参議院で、問責決議案が可決された。その時点では、野田首相は両閣僚を続投させる方針であったが、政権側が今国会の最大の課題とする、消費税法改正案を柱とする、税制改正法案を国会で成立させるため、 野党との協力関係構築を図るべく今回の内閣改造を行うこととなった。閣僚13人が留任し、内閣改造での留任人数としては歴代最多記録となった。2012年7月12日の衆院予算委員会で野田は駆けつけ警護も含めて政府内で最終調整していると発言。駆けつけ警護は自衛隊の宿営地外にいる。 国際機関職員や非政府組織の民間人を保護するという国際的には常識的とも言える任務だが、内閣法制局長官の山本つねゆきら、内閣法制局の幹部が憲法こそ国益だとして徹底的に抵抗し、断念した。ありがとうございます。